はい、夏の彼方の続きやります。さよなら、宇宙人は自分自身だった。もう二度と会えない彼女とさよならをした。結局さ、さよならって打ち込まなくてもさよならするんだ。今ここで一度コンピューターから離れましょう。だって、やめるのかな。やめちゃっていいのこれ。ちょっと一回終了してみる？それでいいのかな？料理。一回やめてみる？これやめても録画って続くよね、多分ね。終了してみるか。で、終了したけどこれ録画は続いてんのかな？ちょっともう一回起動してみるね。それでできないのかな？これ終わり？バッドエンドか？ちょっとこれでダメなら調べるか。クレジット？何これ？あ、部屋には大きな窓がある。やっぱ一回閉じないとダメなんだ。ゲームを。よくできてんね。天井ぴったりまで伸びる大きな窓。日の穴、広いの光は日差しが降り注ぎ、夜は街の明かりが静かにやってくる。窓の外を見るのが好きだった。だからカーテンを閉める時間はとても短い。眠れない夜は窓の向こうの夜空をぼんやり眺めたりする。なんかいいとこ住んでんね。まあ綺麗、お月様。今もまた夜の空を昇る月を見上げている。雲のない夜、どこまでも一様な空に大きな月がポカンと浮かんでいる。距離感がうまくつかめない。とても近くにあるような気がする。手を伸ばせば届きそうなくらい。でもとんでもなく遠いような感じもする。そして本当のところは途方もなく遠くにある。月を見ていると天国を思い出す。亡くなった人の行くところ、生きていては決して覗けないところ、ここからとても遠い別の世界。月の端っこに遠い昔はなかった模様が見えた。わずかなにじみのようだけど、でも確かにある。そこが天国なんだとうとうとしながら思う。月にあるの？月には天国がある。そうなんだ。 そうですか。すごいね、ゲーム一回閉じないと進めないんだ。はい、おっと、時々思う。朝カーテンの隙間から差す日差しの眩しさに目を背けるとき、街の中でなんとなく誰かの後ろ姿を目で追ってしまうとき、静かな夜、ぼんやりまだ明かりのついてるビルを眺めるとき、時々、いや、時々ととても言えないくらい頻繁に、いつも思っている。夏の何もかも全部夢だったのかもしれない。だって証拠は何一つ残っていない。朝目が覚め、夢を夢だと気づいた後のように、どんなに恐ろしい悪夢も寝汗とぼんやりした心地のほかは何も残さない。目が覚めれば安心する。それと同じようにどこかで安堵している。あんなに鮮明だった記憶が時とともに滲んでいくの。電源を落としコンピューターをお尻にしまった。もうずっと長い間見ていない。穏やかな時が流れ、だんだん思い出せなくなっていく。ずっとこの部屋にいるのに日に日に遠ざかっていく。肌寒くなり、吐く息が白くなり、夏の暑さがどんなだったか思い出せなくなるように、首筋を流れる汗の感触を忘れるように、たくさんのことがおぼろげに、記憶の輪郭が曖昧になって、全部夢だったんじゃないかと思う。すべて忘れてしまおうとした。忘れてしまいたいと思った。もう二度と戻らないなら。あの夏の日差しも、痛いくらいに真っ青な空も、セミの声も、押し入れにしまったコンピューターと一緒にもう二度と思い出さない方がいいかもしれない。でも本当に忘れてしまうことはできなくて、衣替えの季節になって押し入れの中を漁るたび、その隅の暗がりを見つめ、窓の外を眺めたまま何もしないなんてわけにはいかなかった。またパソコンつなぐのかな？何これ。月の天国綺麗だね。今度こっちの話か。たった一つだけあれから分かったことがあるとするなら、コンピューターのこと。亡くなった祖母の物置から出てきた古いコンピューター。古いけど調べれば情報は見つかった。
古いデザインの製品ページが残ってて、当時の触れ込みがいろいろ書いてあった。マニュアルを読んで分かったのは、このコンピューターは専用の線をつながなければネットワークに接続できない。無線でネットワークに接続されない。外部と通信するには専用ケーブルを突き刺さねばならない。でもそんなケーブル刺したことは一度もない。このコンピューターを通し彼女と話してた時だ。さえ、いや、あの子がおばあちゃんとかじゃないよな。おばあちゃんは関係ないか。Wi-Fi もない時代だね。このコンピューターは多分どことも通信していない。なら彼女たちはどこにいるのか。何かに一歩近づけたような気がしたけれど、分かったのはそれくらい。そこから先に進めそうになかった。それでも時間は流れていく。登った日はいつの間にか沈んでいく。季節だって移ろう。夏の暑さはとっくにどっかへ行ってしまった。汗の滴る感じがどんな風だったのか思い出せない。本当に全て夢だったのではないかと思ったりする。夢か映画か、何かそういう自分と関係ないところで起きた出来事なのかも。目が覚めたら忘れてしまうべきだった幻なのかもしれない。空には今夜も月が昇る。夜の空はいつも月があって、月には天国がある。亡くなった祖母も今はそこにいる。空に浮かぶ月を見てふと思う。今まで考えもしなかったこと。絶対にありえないこと。そんなことあるはずない。そんなことは起こらない。そんなことはありえない。でももしかしたら何？天国、月にいるの？夏のちゃんが物置の中から、あ、オートか。その片隅の小さな暗がりの中から古いコンピューターを引っ張り出した。久しぶりにそれを見て、まだ動くだろうかと思った。期待と大きな不安。電源につなげれば少し時間をかけて画面がついて、あの頃と同じ景色がそこに映った。パソコンめっちゃ進化してるよね。青い青い夏の空、つかめそうな重たい雲、アスファルトからの照り返しに揺れる空気、けたたましいセミの声、思わず息をついた。すべてが懐かしかった。忘れていた何もかもをその時思い出した。初めて彼女と会ってからもう1年が経とうとしていた。え、もう1年経つの？そしてもうすぐ、また夏が来る。これ何なんだろうね。また会話するのかな。これ電線っていいよね。あのエヴァンゲリオンとかでもよく出てくるよね、電線の。あ、何この子。これ何？なぎなた？弓道？いや、誰？え、何これ。もう終わり？エピソード5。1年ぶりの夏。返事をしたのは知らない少女だった。ちょっとボーイッシュっぽい女の子か。だからさっきそこの木陰に落ちてんの拾っただけで、このスマホ拾っただけ。うん、誰もおらんよ。スマホ落ち取って、関西弁か、落ち取ってっていうか、落としたにしては不自然なぐらい丁寧に置いてあって。変なのって思ってたら君の声が聞こえたって感じ。関西弁ってどういうイントネーションだ。どうなんかな、捨てたのか置いてっただけなのか。そんなのうちにはわからんよ。拾っただけやし。
けど、この辺には今は誰もおらんと思う。うち一人だけ。うち？うちはなんでここにおるのかって言われても、おるからとしか言えんかな。ここ通りかかったんはたまたまだし、どっかに行こうとしてたわけでもないし、暇で暇を持て余してふらふらとね。君は？こんなとこで何してたん？いや、そうやね。スマホに何したって聞いてもしょうがないか。え？うん。君のことスマホの妖精か幽霊かと思ってるけど違った？ふふふ、冗談。かわいいね、この子。まあいいよ、探してあげる。その夏野って子、このスマホがその子のもんだったんなら多分まだ近くにいるだろう、おるだろうし、まあこれも縁やし、旅は道連れやね。関西弁風に喋るかめちゃくちゃだけど。ってことで、うちみなも、みなもちゃん、ほら名前呼んでみ、ちょっと呼ぶ？みなもって、これひらがなでいい？みなも。あ、英語になっちゃった。いいのか。ローマ字になっちゃった。夏のってことどういう関係か知らんけど、名前間違えたら許さんよ。え、大丈夫？間違っちゃったのかな？夏のを探す。一軒探索し、え、今度はじゃあこの子操るの？荷物がない。エピソード。はい、一軒探索し。小学校。やっと到着。懐中電灯。いやいや、めっちゃ出てくるじゃん。小さな武器庫。みんなお腹減るの早いね。ご飯ないの？間違った。小腹空いてきた。持ってんだ。ダメ。帰りたい。いやさ、おらんよこれは。おらんでしょ。おらんよ。ほんまに、そこそこ歩いたけど、誰かいたっぽい感じすらなし。もう遠くに行っちゃったんかな。車持ってるんでしょ、その子。車乗ってどっか行っちゃったらさすがに、かな。君の言うその、スマホから10メートル以内にいるはずっていうの、なんなん？どんな理屈？話したくないんなら、いいけどさ。いや、言っても信じないとか言われても、今スマホで通話つながってる時点で何でも信じられそうだけど、しかも君のいるところうちのいる世界じゃなさそうやし、なんか平和そうじゃん。関西の人ってじゃんって言わなくない？こんなことになってない別の世界ってことなんかな。別の宇宙、平行世界的な。それともやっぱりスマホの妖精。もし君がこう可愛い系のモフモフした生き物やったら、うちは多分魔法少女とかに変身してたんやろうな。そしたらこの市内も可愛い感じに変身して、うちもそっちの世界に行きたい。ような、そうでもないような。学校とか行きたくないし、働きたくもないし、じゃあまあこのままでいいかなとか思ったり思わんかったり。まあでもキンキンに冷えた炭酸飲みたいな。ビール
さて、くだんないこと言ってないで、どうしようね。落とし物届けるくらいの気持ちだったけど、思ったより長旅になるかもしれんね。ねえ、ほんと長いね、このゲーム。無料なんだけどな。君はさ、その夏野ってことどんな関係なん？こうやってスマホで話してたっていうのは聞いたよ。うちがたまたまスマホ拾ったのと同じで、その子もたまたま自分のスマホを君が繋がったんよね。だから、どんなっていうのは、そうだな、どんな話してたとか？一緒にいるわけじゃない。スマホで通話が繋がってるだけの相手との二人旅って、なんていうか想像つかんくて。いや、そう、うちが今まさにその状況にあるんだけど、でも、夏野って子と一緒だった時間は、うちとの時間とは違うんかなと思って。そんな感じ。どんな話して、お互いのことどんな風に思っとって、そういう旅ってどんな感じだったんかなって。もう一つ気になるんは、その子と喧嘩別れでもしたん？だって、君はやたらその子と会いたがってるけど、その子は君と話せるスマホ置いてどっか行ってるわけで、なんかあったんだろうなって。いや、ごめん。聞かん方がええよね。いろいろあったんよね。まあ別にどんな事情があっても、うちは暇してるから、その子を探すよ。気が向いたら思い出話でも、聞かせてくれたら嬉しいかな。そっか。もう結構昔のことなんかな。覚えてないこともあるよね。わかる。うちもいろんなこと忘れちゃった。ついこの前まで当たり前だったこと、眠いなって思いながら起きて、学校行って駅弁？あ、だべん、だべってか。道場行ってそんなのが当たり前だったんだよねって時々思う。君にとっては、夏野ってことの時間がそういう感じなんかな。でも結構戦ったり大変だったよね。彼女との関係、日の当たる駅を探索し、はい。あ、ちょっと荷物は、できないんだ、荷物。日の当たる駅ってどうやって行くんだ？ホテルでも行ってみるか。ちょっと待って、これさ、なんかさ、違う。シングルルーム。バール装備中か。ライ麦パン。これ置いてっか。これいらない。あ、これだ。ハンドガンの弾。懐中電灯って2ついるんかな。ライ麦パン。どうしよう。ハンドガンの弾捨てるか。懐中電灯の明かりで安全に、これ捨てるか。これを食べる？ちょっと待って、木材を捨てるか。荷物の整理できないんだ、この子は。ねえ、君はどうしてその子を探してるん？その夏野って子。これさ、オートっていうか、うちが知ったって何にもならんし、知らんままでも別にいいけど。でももし、聞かせてくれるなら聞きたいな。その子が君にとってどういう人なんかとか、その子と会えたらどんな話するんかとか、その子がどんな人なんかとか、このストーリーだけ見れるやつがあんのかな？
君と話ができるって、こうしてスマホがつながるって普通のことじゃないよね。電波なんかもう飛んでないし、君はパンデミックも何も起こっとらん世界にいるんよね。なんで？って思うこの感じ。多分一生わからんのだろうなって思うこの感じ。あの頃世界が終わり始めたあの頃と一緒。何が起きてるのか何もわからんくて、でも目の前で確かに何かが起きてる。これさ、関西弁になってるかな？東北っぽい。君がその子を探してるんは、この世界の終わりとかパンデミックとか、そういうんと関係があるんよね。うん。けどまあ、今じゃなくてもいいや。今じゃなくてもいい。君がその子と再会できて、いろんな話をして、いろんなことが起きて、それでいろいろ落ち着いた時にでも、聞かせてよ。何があったんか。君が夏野ってこと何をしてるのか。本当に。なんで、あんな思い詰めたみたいな顔で。じゃあ、いつかまた会えたら、その時また教えて。え？別れんのこれ。じゃあね。バイバイ。え？終わりなのこの子は。ちょっと、荷物。バイバイ。彼女が最後にそう言うと、画面は真っ青な空を映すばかり。彼女の姿は消え、息遣いも聞こえない。真夏の空にセミの声だけ。空は眩しいくらいに青かった。この子これで終わり？何を言われてるのかまるでわからなかった。最後のその時、彼女は遠くの何かを見つめていたけど、その先に何があるのかわからなかった。スマホはどこかに置かれてるようだ。時々吹く風にカタカタ画面が揺れる。真っ白な雲が流れていく。それだけの時間がしばらく続いた。自分でも驚くくらいの苦しさがあった。そこに誰もいない。たった一人取り残される。カメラは空を仰うばかりで、辺りを見回すこともできない。息を呑むほどの苦しさが胸の奥から昇ってくる。恐ろしい、苦しい、一人きりだということが。この孤独がとんでもなく恐ろしい。寂しさだと思った。1年前の夏、彼女は何度も口にした寂しさ。今こうしてうずくまるほど鋭く迫る感覚が寂しさなのだとその時分かった。画面に映る空はもうすっかり表情を変えている。かすかにセミの声とは別の風とも違う音が聞こえた。やがて音はだんだん近づき、それが足音と分かった。足音はほんの少し歩調を早め、すぐそこで止まった。声が聞こえた。セミの声に混じって、真夏の青い青い空の下、あの時と同じように。初めて彼女に出会ったあの夏と同じように。誰？夏の？嘘。なんで？だって置いてきたのに。どうして？夏のか？ねえ、約束したじゃん。もうパソコンに触らないって、話さないって。どうして？それとも何か分かったりした？あなたの世界で私たちのこと、どうして通話できるのか、どうしてあなたの世界で何も起きてないのか。あ、雷だ。もしそうだったらいいって思う。でもそんなの私の勝手な想像だよ。ねえ、ちょっとリアル世界の雷になってる。聞こえてるよね、夏野ちゃん。
え、なんか言うんだ。うんか。あ、これなんで間違った。まあいいか。うーんみたいになっちゃった。どうして？どうしてまた話そうと思ったの？どうして？あれからあなたにさよなら言ってからまだまた？え、1週間も経ってないのに、1年経ったのに。おー、エピソード6再開エンド。どうしよう、もうちょっとやるか。だから行くとこもないし、当てもない。昨日の夜寝た場所もわかんない。時間の流れ違うんだね。うん、あなたと話しながら旅してた頃と一緒。誰もいない家とかキャンプの跡とか見つけて、使えそうなものをもらって、時々亡くなった人とか動いてる感染者とか出くわして、当てもなくなんとなく北に向かってる。それだけ。あかねさんも一人でどっか行っちゃうし、一人きりで。スマホも置いてきたのに、もう二度とこうやって話すことなんかないって思ってたのに。ねえ、どうして。どうして。彼女はそう問うた。でもそれに正しく答えることはできなかった。コンピューターの電源を入れたのは、彼女ともう一度話したのは考えがあった。自分も彼女も勘違いをしているのではないかという考え。いざ言葉にしようとすると、その考えはとても考えなんて呼べないくらい曖昧で、彼女に聞かせることはできなかった。それに、もしこれが真実なら、彼女たちにとってあまりにも酷なこと。え、何？死の世界？どういうこと？分かったよ。あなたがそう言うなら今は聞かない。私だってあなたにさよなら言うときずっと黙ってたし、だから聞かないでおいてあげる。でも何か分かったら絶対教えてね。あなたが考えてることがどんなことなのかわかんないけど、あなたの世界でもう1年も過ぎたっていうのはどういうことなんだろう。私があなたとさよならしてからまだ1週間も経ってないよ。本当に別の世界っていうか、なんか普通じゃないことが起きてるんだね。普通じゃないのはまあ半年前からそうだし、今更あんまりびっくりしないけど、本当何が起きてるんだろう。それにしても早すぎだよ。こんなに早く再会したんじゃ、私があんなに悩んだのバカみたいじゃん。あなたの世界ではもう1年経ったんだっけ。1年か。まあでもだからもう二度と話さないつもりだった。そう決めたつもりだったけど、でもまた会えてよかった。うん、本当にこうやって話するのも久しぶり。こういうことを自分で言うのちょっと恥ずかしいけど、寂しかったんだ。やっぱり自分でもびっくりするぐらい辛くて、スマホ捨てちゃうくらい。たった1週間ぶりだけど、それでもすごく久しぶりな気がする。
もうちょっとやるか。旅を続ける。あ、荷物はいはい、油絵の、あ、何も持ってないじゃん。あ、何これ、クラフトバール、ここでクラフトできる。分解キットってなんだろう。どれ持ってく。懐中電灯でも持ってく。あ、これ持ってんだ。ショルダーバッグは、壊れかけのハンドガン使っちゃうか。ハンドガンの弾なんかいるかな。これは何いる。火薬軍って、あー、なんか通知来ちゃった、失礼。音入ってるよね。キービックは使えんのか。ホットサンド、ジェリー飲料があるからいっか。2軒探索して帰ってくる。はい、はい、ミニバンと電話ボックス。ミニバン、え、玉切れか。民家の庭、サボテン、強い風の吹く地下道、地下鉄があったようなところか。工具ラックと自動販売機あ、お腹減ってるじゃん。ちょっと薬品、お酢ちょっと待って、これで、おお、あ、間違った。あ、これじゃないか、これか。お酢、これ押さない人いるんか。ネジ止めされた。お腹空いてんな。なんもないじゃん。帰る帰る。この日スマホ拾ってくれた源って人、私も話してみたかったな。よくわかんないけど、私のこと見つけてスマホ置いてったんだよね。なんで直接渡してくれなかったんだろう。こんな世の中だし、知らない人と会いたくないっていうのはあるかもわかんないけど、あなたと話、あなたの話を聞いてるとそういう人じゃなさそう。拾ったものを渡すのって気まずいかな。まあ、あなたとつながってる変なスマホだし、渡されたとして私もどんな顔していいかわかんないけど。いや、あの子も喋れたもんな。それに結構離れてたはずなのにつながってたっていうのも気になる。さっき試してみた感じだと、確かに前だったらもう電波拾えてなかったところでもあなたの声が聞こえた。あかねさんがいてくれたらもっとちゃんと調べられるんだけど、今頃どこにいるんだろう。こういう時あかねさんがいてくれたら一緒にいろいろ考えてくれるのに。まあ、いないもんはしょうがないけど。私の体の変容が進んでるってことなのかな。今だって別にどこも変なとこないと思うけど。ないよね。私ももしかしたらいつか他の人みたいに体からアンテナとか出てくるのかな。まあ、不安は不安だよね。あなたのいない1週間、
あなたに会う前の静かな生活に戻って一人だけで、世の中に自分一人しかいないみたいな。実はパンデミックも何も起こってないんじゃないかっていうぐらい静かで、なんかいろんなことぼんやりしてた。こうやってあなたと話すと、何か変なことが起きてるんだって実感しちゃう。普通に電話してるような感じじゃない？あ、もうと。彼女の世界がこの世界にとって何なのか仮説がある。言葉にして伝えるのは難しいことじゃない。想像していることを伝えるだけならただの一言で済むかもしれない。でも言葉にすることはできなかった。なんか分かってんの？もう主人公。彼女に伝え、それを聞いた彼女がどんな顔をするのか考えるとどうしても言えなかった。こんなことならもう一度話なんてしない方が良かったかもしれない。何もかもわからないままでいた方が彼女は楽だったかもしれない。そんな風に思った。あるいは今ならまだ間に合うかもしれない。何も明かさず全てを隠したままこのコンピューターの電源を切ってしまうのが彼女のためかもしれない。この想像が正しければ正しいほどそれが選ぶべき道のように思えた。これもうなんか分かってんだ主人公。苦しむくらいなら何も知らない方がいい。背が自然と伸びた。指がコンピューターの電源に触れようとしたけれど、別の世界なのかな、本当に普通に。それともなんかゲームの中とか。やっと見つけた。誰？君が夏の、え？そのスマホが、そうなんだ。あなたがそこにいるんだ。誰？うわ、何この子。すごいバック。ねえ、聞こえる？聞こえてるよね。誰？スマホの向こうのあなた。基本女の人しか出てこないね。ギャルゲー風味。謎の少女エンド。また新キャラ。みなもも謎なんだけど。どうしよう。ここで一回止めるか。じゃあ今度この続きからまたやります。ありがとうございました。